みなさんこんばんは。今回は小倉美咲ちゃん行方不明事件の第10回目をお伝えしたいと思います。以前お知らせしていました、現地映像を撮影しに現場へ行ってまいりました。この現場検証にはいくつかの目的があります。キャンプサイトの検証や、そして椿林道終点から足跡とみられるものがあった場所から西山ピークへ向かうには、スニーカーの女児がどんなルートをたどったのか、あるいは可能なルートがあったのかなかったのかという足跡ルートの検証などです。私は以前足跡ルートで遭難事故と考察をしてまいりました。その理由は某テレビ報道での足跡発見現場の映像を見たからです。そこにはなだらかな道もという字幕が書かれていました。そして地元の方の情報で林道終点からいくつかの獣道があると聞いていました。私は美咲ちゃんが道を間違えて椿林道終点まで進んでしまい、そこから足跡のようなものが発見された場所まで進み、さらにそこから獣道を登り、大室山尾根に上がり、西山ピークを越え、椿ルートと尾根ルートの分岐あたりで滑落してしまったのではないかと考えていました。しかし約3週間前からその足跡らしきものから本当に美咲ちゃんは尾根まで登れたのか、だんだん疑問になってきました。これはその足跡らしきものが美咲ちゃんのものであったとしてもなかったとしても、美咲ちゃんの足で終点付近から尾根にたどり着いたのか、あやふやなまま遭難による事故と考えるのは短絡的ではないかと、やはり現場の画像や地図を見るだけで判断はできないと思い、現場に向かうことに決めました。答えは現場にあると。この現場映像は皆さんで検証していただきたいため、今回字幕やナレーションは極力控えることにしました。映像は長時間となりますので、いくつかにカットして続々配信したいと思います。また現場でのボランティアの方との貴重な話も収録しています。最初の配信はまず足跡ルートの検証からになります。スタートは林道入口からとなります。今回は足跡ルート探しにつき、林道道中は特に探索はしておりません。なお検証にはその他1名も参加してもらい、林道終点から各自手分けして道探しをしてもらいました。画質や音質に誤差が出てしまいますが、林道を歩いた二人の印象をそれぞれの言葉でお聞きください。9時26分27分になるところです。椿林道陸地へ到達しました。これから林道に進んで打ちたいと思います。ハンポポが林道のスタープーツパですね。
What do you mean? Horowitz. で、ここ分岐しますが、で、林道は左の方に、行きます。サイト戻ります。サワラと聞いてファンでそんなに登らないかなと。ベティフォー下の方はジャンプ場ですね。いろんな人の話し声とかライブ声が聞こえます。林道とはいえ、あまりしとけないんで、とても、ナムコ一人で来るとは、正直思えない。まで来ると、もうしとけを感じないんで、結構不気味ですね、正直。結構、登って、
てます。ちょいゲタラ燃えないっすね。わあ。結構薄暗いっすよ。まあ自然豊かで、気持ちがいいと言えば、そうなるにつけれた。一人で、はつたくないかな。な、えっと、て、て、さ、な、て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 、な、ほんま、で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 、The top 20 came along with Stickins there. Come up about a place in it.こう登ります。内部傾斜場、出現です。こちら現在倒木ありです。材料で来る際は、すごくチェーンください。車が通れることもあって、よく整備されているそうですね。歩きやすいです。
ね。よっぽど登山好きパパ。ハイキングが好きな人じゃないと行かない道ですね。よいしょ。足元は、だいぶ、ちょっと歩きにづらい。足を渡ってからの、道なんですが、揺れく登りに見えるんですけれども、ちょっと足元が枯れているのと、もう一人、傾斜角が吹いてるので、結構足にちまつく。子供で、ここの林道を一人で行くのも、もしかしたら大変なのかもしれないです。足元がめちゃめちゃ悪いんですけど、まあ、多分台風が影響かな。足場は非常に悪い。電波はもうないですね。よいしょ。結構登るんで、超力して、汗もかいてきます。もう、ウィンドウも上の方まで来ると、結構分下が、落ち葉と石で、結構足取りは、うるしくはないですね。だいぶ体力を消耗する印象があります。
Drag to be. What? Yeah. What? What? Searing door, この上まだ。つづら折りで。登っていきそうです。マジで誰もいない。終点です。つまき林道を進むって。正直、中は登っていけそうなところがない。うん。湧き返しますんこれ、多分無理。一応ここにもシアトが見えますけど、正直ここは上がれないかな。無理。正直、登れる場所じゃないですね。ちょっと登ってみます。いや、これ無理だろう。ここに登った形跡あるので、ちょっと、てみたいと思います。たみんなはあっちの沢の方に多分行くんだと思います。
く。電動終点ですね。到着しました。ウィーン。近点の位置を終わりますように。